皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけれども、アンチの質疑応答コーナー。はい、というわけでですね、まあ私毎日のようにショート動画更新していますけれども、まあ様々な方からですね、コメントをいただきます。本当に皆さんいつもありがとうございます。まあその中にはね、わたがしいつもありがとうございますとか、すごくためになりますとか、そういった意見を言ってくださる方はもちろん多いんですけれども、まあ私は、まあこういう発信を、ね、情報発信をしているんで、すごくアンチが多くてですね、そういった方からのメッセージも、まあ結構いただくわけなんですね。まあこれも非常にありがたいことではあるんですけれども、今回はそういった方々からいただいた意見に対してですね、ちょっと私が、まあ、ズバズバとお答えしていけたらいいかなということで、動画を撮っております。はい、というわけで、興味がある方最後まで聞いてください。そして私の LINE アットまだ登録していないよという方、新しい LINE アットを作成しましたので、こちらに、リンクとか載せておきますので、ぜひ登録を行ってください。はい、それではね、全部で13個あるんですけれども、まず1つ目いきます。いいねもしくは押さないしか選択したことなかったのですが、初めて低く評価を押させていただきました。ありがとうございます、ということでね、メッセージいただきました。で、このコメントが書いてある動画はですね、左上か右上の方に貼っておきたいと思いますので、興味がある方はそちら見てください。まずね、このコメントを見て一つ言わせていただきたいのは、わざわざこういうのって書かなくてよくないですか。なんか他の YouTuber のコメントでもあるじゃないですか。今回限りであなたの動画見るのやめにします。ありがとうございましたとか、そう書く人いるんですけど、まあ、勝手にしておけって感じじゃないですか。注目されたいのか、構ってほしいのか、わからないですけれども、それをコメントに残しちゃうあたり、構ってほしいのかなっていう風に、私は捉えちゃいました。はい、二つ目。なんか副業系くせえなと思ったけど、本性出してきたなっていうことで、はい、コメントいただきました。まあ私はもともとね、パチンコの動画、投資の動画、まあ副業関係、人生の動画、まあメンタル系の動画とか、まあ様々な分野を発信してきていました。まあ最近はちょっとパチンコ系の動画ばっかりになってましたけれども、まあもともと副業に関して話していた動画もありますし、その副業を絶対にやってねとは動画で言ってないですし、やりたい方だけやればいい、稼ぎたい方だけやればいいと思ってますので、まあ別に本性出したもくそもなく、元からこういう発信してましたよっていう感じですね。その副業系に関して何か騙されたりとかしたんですかね。副業自体全然悪いことだと思わないですし、稼げる副業なんて世の中たくさんありますので、なんか昔騙された経験があるとかなのかなっていうふうに私は思っちゃいましたね。はい、ただまあ私が紹介している副業っていうのは全然合法ですし、多くの方がそれで稼いでいるやり方ですから、全然間違って発信していないですし、そこら辺に関してちょっと誤解を生むような感じでまあコメントをしてきたんですけれども、まあ全然そんなことないよっていうことで、ちょっと覚えてほしいなと思いますね。はい、では3つ目、乗っているレンタカーどこの車ですかっていうことでね、コメントをいただきました。ちょうどね、このショート動画アップしたのが車の中だったんですよ。今ね、ちょっと家の周り工事していまして、音がね、どうしてもカメラの中に入ってしまうということでね、密閉空間の車の中で撮影しました。そしたらね、乗ってるレンタカーどこの車ですかっていうことでね、コメントいただいちゃいました。以前はね、レクサス LS を持ってたんですよって言ったら、またなんかそういったコメントが来るんですよね。なんか前にもね、レクサス LS 昔乗ってましたって動画アップしたらね、レクサスマウントうざいよとかね、自分金持ちアピールしてる、したいだけじゃんみたいな感じのなんかコメントとか来たんですけれども、全然そんなことなくて、まあもちろんね、やっぱり男ですからね、いい車、乗りたいですし、まあ動画とかでね、こういったもの乗ってるよということで、まあ一つの承認欲求ですよね。まあそういったところはもちろんあるんですけれども、別にマウント取ってるとかではないので、そこは、誤解しないでいただきたいです。そのレンタカーなのみたいな感じでコメントしてきた人は本当この人だけなんですけれども、そのわざわざ車を借りてきて撮影してまた車を返しに行くっていう、その労力と時間がすごくもったいないなと思いますし、絶対にそんなことはしません。サブちゃんとか、見てくれている方ならわかると思うんですけれども、正真正銘わたがしの車です。はい、次4つ目、詳しいやん、さすが養分、やられたからムカついて動画作った感じ、ということでね、コメントをいただきました。なわけないでしょう。
パチンコなんて勝っても負けてもたかだか5万10万の世界じゃないですか。バイナリーとか株なんて1日で100万とか500万とか負けること全然ありますし、勝つことももちろんありますけれども、まあパチンコで勝った負けたね、大きく負けたからってムカついたから動画出してやろうとか、そういった気持ちになったことなんて一切ないですし、私は1回の稼働で5万とか10万とか使うこと絶対にないんですけれども、もし仮に10万負けたとしても全くイラつかないです。はい。なので、まあ、ちょっとね、こういったコメントをされる方って、私と価値観が全然違うと思うんですけれども、パチンコの勝ち負けで、喜怒哀楽を表すということは、特にないですね。なので、まあ、最近ちょっとパチンコがね、つまらなくなってきちゃったなっていうのはあります。はい。次、5個目。ヴィトン風のクッションとか草っていう風にね、コメントをいただきました。まあ、背景ね、あのヴィトンとかセリーヌのクッションとかね、たくさん置いてあったかなと思います。今ちょっと例で一つ持ってきたんですけれども、これヴィトン風のクッションじゃなくてヴィトンです。あのルイ・ヴィトンの公式サイトをね、行ってみれば分かるんですけれども、これがね、売ってますよ。また金額とか言うとね、そうやって騒ぐ方とか出てくるんで特に言わないですけれども、まあ、やっぱり後ろって何かしら飾りたいじゃないですか。飾らなかったら飾らなかったで、お前の部屋殺風景だな、本当に稼いでいるのかみたいな感じでコメントが来たりとかして、逆にいいものを置いたりすると、ヴィトンとか草とかね、後ろのクッションがすげえムカつくとか、そういったコメントとかもあったんですけれども、まあ何も置かないよりかは、ちゃんと目立つ、そしていいものをね、置きたいということで、ヴィトンとかそういったものを置いています。はい、なので、本物ですね。はい、次、6個目。まあ、ぶっちゃけどうでもいい。だから何って感じ。はい。ということでコメントをいただきました。まあ別に全然アンチとかでもないと思うんですけれども、まあどうでもいいならコメントしなくないですか？どうでもいいなら動画見なくないですか？どうでもいいってコメントに書いてる時点でどうでもよくないんですよ。羨ましいとか、そういう風な気持ちを持っているからこそ書いたんじゃないですかね。だからどうでもいいってコメントする人ってどうでもよくないんですよね。はい。次、7個目。回る前提で誇らしげに動画作るとか、アホすぎなパチプロ綿貝さんということですね。まあ、アマデジおすすめランキングの動画で、このコメントが来たんですけれども、そもそも、回る回らないって、ホールによって違いますし、甘い甘くない、爽快感とか全てを加味した上でランキング作ってますよって、このショート動画の前半部分でね、言っていたかなと思うんですけれども、ちょっとそこをね、見ていないのか、まあ、見逃してしまったのかわからないですけれども、あなたのホールでのランキングっていうわけではないですからね。全国的に見て、このアマデジがいいですよということで、しかも私が独自に考えたというか、ランキングをつけたものになりますので、別に信じる信じないはあなた次第ですし、なのになんでその回る回らないの話をしているのか、ちょっと理解不能だなっていうふうに思いました。8個目。交通誘導員レジは誰にもできてメリットがないんですか？顔出して言うことは慎重に考えるべきですよ。っていうふうにね、コメントいただきました。ありがとうございます。まあ考えていただきたいんですけど、交通誘導員ね、まあもちろんね、私も助かっていますよ。まあ助かっていないところももちろんありますけれども、なんかね、立ちながら寝ている人もいますし、ボケーと立ちながら車来てるのにね、誘導してしまう人もいるんですけれども、もちろんね、しっかりと真っ当にね、仕事をしている人もいらっしゃいます。でも交通誘導員をしたところで何か他にスキルが身につくんですかと。将来ね、機械が発達して機械が交通誘導してくれるようになったら仕事がなくなりますけれども大丈夫ですかと。レジも一緒です。レジね、今はまあ人がこうやってピッピーってやって会計とかしてますけれども、それが AI になったらね、もうレジの人もいなくなってしまうわけなんです。でそうなってしまった時に、じゃああなた方どうするんですかっていう話なんですよ。仕事がなくなってしまうじゃないですか。飲食店の店員とかも一緒です。別に全然けなしてるとかいうわけじゃないんですけれども、将来のこと、ね、先々のことを考えた時に、それで大丈夫なのっていうことで、まあ、ショート動画って1分の動画なんで、その、詳しく話すことできないんですけれども、まあ、そういった部分を伝えたくて、例としてね、交通誘導員、レジはやめた方がいいですよ、っていうふうに言いました。なので、まあ、今ほども言いましたけれども、その仕事に誇りを持ってやっているんだったら、全然私はそれでいいと思いますし、これから先も交通誘導員なんてなくなるわけないでしょって思っているんだったら、やればいいと思います。別にけなしているわけではなくてというところを、理解してほしいなというふうに思いました。はい、次、9個目。これも同じショート動画のコメントなんですけれども、人それぞれだと思いますが、ダメなんですか？そんなこと誰が決めたんですか？っていうことで、
コメントをいただきました。収入が低い人の特徴っていうショート動画のねコメントなんですけれども、私この動画でダメなんて一言も言ってないんですよね。まあもちろん私の動画見ている方、理解している方が大半なんですけれども、こうなりたくなかったらこういう風にしてくださいねっていうことで、私の一言アドバイスとして下にね、載せていたかなと思うんですけれども、別にその収入を低い人を煽っているとかそういうわけじゃなくて、自分の中で買いたいなとかもっと稼ぎたいなって思っている人ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。でそういった方に現実を知っていただきたくて、でこれからどうすべきなのかということを伝えたくて、動画にしたんですけれども、やっぱりね伝わってなかったなっていう感じですね。なので今が楽しいと思っているんだったら、私はそれが一番本当にいいと思いますんで、はい、わざわざ、自分の人生を変える必要はないかなというふうに思います。次10個目、服のセンスがないねということで、コメントをいただきました。まあ今これね、モンクレールっていう服着てまして、このショート動画アップした時は確かセリーヌを着ていたかなと思うんですけれども、まあ私は基本ルイ・ヴィトンかセリーヌかっていう感じですかね。まあ様々なハイブランドの服着てるんですけれども、結構ね妬みコメント多いですね。で服のセンスをいじるってちょっと違うかなと思いますし、その動画に対してのコメントじゃないっていうのはもちろんあるんですけれども、ハイブランドの会社が考えて作ったものをけなしているようなもんなんですよ。私はただハイブランドの会社が出した服を着ているだけなので、それ言ってしまうとユニクロダサいよねとか、無地の服着てるやつとかバカでしょとか、なんかいくらでも言えてしまうわけじゃないですか。だからちょっといじるところが違うのかなっていうふうに思いましたね。では11個目、月300万から500万の売り上げ確定だそうです、税務署の方よろしくお願いしますということでね、コメントいただきました。まあ、ごくたまにね、綿菓子脱税してんじゃないのとか、しっかりと納税しているのかとか、その納税証明できるもの出してみろよみたいな煽りとかをねたまにいただくことがあるんですけれども、はい、残念ながらですね、私しっかりと、納税しております。今回納税したのが高級車1台買えるぐらいっていう風にこの方にコメントをお返しさせていただいたんですけれども、いや本当にね稼ぎすぎると税金めちゃくちゃ取られます。何のために稼いでんだろう、頑張ってんだろうっていう感じがするんですけれども、本当数千万単位で、取られてしまいましたね。まあ、前の年にね予定納税を払ってるんで、その一撃でバンと払う量はまあ半分ぐらいというか、ちょっとまあ少なくはなっているんですけれども、それでもまあ数千万単位で、支払わなければならないということで、かなりきついです。一応まあ画像載せられたら載せておこうかなというふうに思います。はい、なので、しっかりと納税はしてますよということですね。はい、じゃあ、12個目、動画でマスクいらなくねっていうコメントをいただきました。まあ昔から見ていない方からしたらね、なんでマスクしているのっていう感じの方ももしかしたらいるかもしれないですけれども、私はですね2019年の1月から動画、更新始めてですね、もうその時から、マスクをしていますというか、マスクをトレードマークにしていますので、今後も外すつもりはありません。そのコロナ禍になってからマスクつけ始めたっていうわけではないですし、そのコロナ感染が嫌だからマスクしているとかいうわけでも全然なくてですね、これがトレードマークだからつけてるっていう感じなので、はい、そこはちょっと誤解しないでほしいなと思います。この意見結構ありましたね。で最後13個目、これはねなんか意見とか質問とか何でもないんですけれども、もうね毎回毎回ねもう何十件とコメントをしてくる方ですね。こちらですと、はい、赤サタナさんですね。出たブランド自慢、ブランドダサい、クソブランドみたいな感じで、これねほんと毎回の動画なのかわからないけれども、かなりのショート動画にね、しかも1回だけじゃなくても2個連続で書いたりとかするね、悪質な方なんですけれども、これもあからさまな嫉妬じゃないですか。自分で買えないからこそこうやって動画で他人のことを叩いて少しでも自己顕示欲を満たしているっていう感じじゃないですか。マジでみっともないんですよね。まあもちろんこういったコメントでもねいただけるだけ私はすごくありがたいと嬉しいと思っていますし、これからもどんどんね同じようなコメントを書いていただきたいなと思うんですけれども、もう少しね動画のことに対してのコメントを書いてほしいなっていうのがまあ率直な気持ちです。
はい、というわけで、13個ですねご紹介させていただきました。ちょっと動画が長くなってしまったんですけれども、まあ自分の言いたいことをね伝えたっていう感じの動画になりますんで、ちょっと不快に思った方もいるかもしれないんですけれども、まあたまにはこういった動画もいいでしょう。まあ結構日常生活とかでも尖ってまして、人とは同じことをしたくないっていう性格ですので、私の動画まあ本当にアンチが多いですし、不快に思う方とかもいらっしゃるんですけれども、今後もこういったスタイルを崩さずに動画発信していきたいなと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。そしてコメントだったりとかね、グッドボタンとか押していってください。で最後に一つね、こういったコメントを書く人に私からまあメッセージというか伝えたいことなんですけれども、まあね、見たければ見ればいいと思うんですよね。副業や投資に関してもやりたい人だけやればいいっていう話なんですよ。そして今の生活に満足しているんだったら、わざわざそういった変なコメントなんて書かないと思うし、満足しているんだったらそれでいいんじゃないかなって思うんですよね。やりたい人だけ投資やればいい、今の生活に満足しているんだったらそれでいい。ただ稼ぎたいのに行動しないとか、何しても三日坊主で終わってしまうとか、何もしないくせに嫉妬コメントをしたりとか、ネットで憂さ晴らしする人はダサいなと思いますよ。まあ私はこういうスタイルで、今後も動画を撮っていきたいと思いますんで、はい、ついてきてくださる方だけついてきてください。それでは今回は終わりにしたいと思います。もし私に何か連絡、質問がありましたらですね、こちらから連絡をしていただけると、私が、お答えさせていただきますのでよろしくお願いします。よくある意見としましてね、なんか登録しただけでお金が発生するんじゃないですかとか、そんなこと絶対ないですし、本当に私が返してるんですかっていうことも言われることもあるんですけれども、しっかりと私が返信しています。なんかマルチとかネズミコとか言う人もいるんですけれども、そんなこと全くやっていません。いや、ほんとね、全員を全員相手にしたら疲れるし、まあ無視しとけよっていう話だと思うんですけれども、まあ今回ね、この動画で伝えたいことはもう全部伝えられたのかなということで、もう全てね、言わせていただきました。はい、最後にグッドボタンよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。